ホバンスコエ墓地にて、コロマンティン兄弟の墓ホバンスコエ墓地は、ニコロホバンスコエ墓地としても知られ、ロシアモスクワにある大規模で、しかも拡大が続いている墓地である。ホバンスコエ墓地モスクワ環状道路の外側で、南、モスクワ州レーニンスキー地区にあり、モスクワ市中心部のレーニンスキー大通りから続く。 キエフ街道の二十一キロ標識の近くのモスレントゲントニコロホバンスコエの領収落にある。この墓地は面積百九十七万平方メートルを超えるヨーロッパ最大の墓地で内部は三つの部分に分かれている。ホバンスコエ、中央墓地は九百七十二年に設立され八十七万七千二百平方メートルで北墓地は九百七十八年に設立され六十万 平方メートルで、西墓地は1992年に設立され、50万1200平方メートルである。ロシア正教会の礼拝堂が墓地の敷地内にあり、総主教、アレクシー2世がパニヒダに訪れたこともある。1988年に仮想場が建設された。2016年5月14日、この墓地を管理するタジク人移民労働者の3人が、 何百人もの若い北高架カスのブライカンたちとの争いで、ここで亡くなる事件があった。ロシアの検察官によると、この争いは、モスクワ市の埋蔵サービスに関して、墓地で毎月2000万ルーブルの墓地事業を管理するので、元モスクワ警察官、ニキータモシェンコとユーリー・チャブエフの争いの結果であった。ありがとうございます。